あのやっぱこのアポスタのところ、アポスタっていうこの単語が、一体どう,どういう、日本人としてどう,どういうふうに理解したらいいんかなっていうところがいろいろあったんですけど、そうですね男の子が女の子を殺すという、すごい残酷なもので、うんえっと、どうしてそんなことしたのか、周りの大人たちが話しているというところで、 国がわざと落ちたんだ、アポスタはわざとという単語が使われてますが、その訳語というか、ニュアンス的なところの質問という感じですね。うん、はい。うん、えっとですね。もう、で、映画はね、えー、定めかって役者なんですよね。うん、で、あれはあれでねあ、あの映画の流れだと別に何の違和感もないというか <laughs>、あ、なるほどねという感じ。 の翻訳なんですけれどもこの短編を翻訳するときですね、えー、その後でクリエイトっていうのも出てくるんですよ。落ち着いてると。えーうん、まあ、クリエイト、他にカルモとかね、うんうん、そ,そういう意味、えーまあ、私の持ってる辞書を引くと、まあ、 まあ,あれクイエイト。まあ、穏やかな海とかそういうことですね。だから、うんまあ、必ずしも人間だけに使うわけじゃないけれども、うんまあ、落ち着いてるっていうことですよね。でトランクイーロみたいな意味もある。でなので、うんまあ、これも結構変な表現じゃないですか。釘がクイエイトであると。穏やかな釘。 落ち着いた釘って、なんかね、普通の私たちの感覚とはずれてると思うんですけれども、だから、まあやっぱり明らかになんかまるで釘がね、生命を持ってるような、うただの無機物じゃない、自分のなんか意志を持ってるような、そういう表現の仕方をしてるなって思ったんですよね。だからこのクイエイトと アッポスターっていうのをつなげるというのかな。その、えー、二つの間、二つのこの、副詞と形容詞の間に結びつきをつけるために、うん、まあ、釘、釘の中に意志がある。く、釘が自分の考えで動いている。えー、そういう感じを出すために、この、私の翻訳ではわざとというふうに。 してみましたうん、うん。同じくクイエートも、まあ穏やかなとか静かによりも。生きている有機物が静かな状態っていうことで、黙っているっていう意味のおとなしくっていう。ような訳語にされた。っていうのがある。そうですね。今ちょうど画面に映ってる。ここでもやっぱりアポスターで使われてるんですね。だから。うんうんうん。そうで,でウ,グウグアルメンっアポスターって。 うぐあるメンテ、うん、ま、同じように。で、何と同じようにって、これどう考えても、釘と同じようにとしか解釈のしようがないですよね。で、で、この二人のモネラが、アポスタでと喧嘩を始めたっていうんですから、やっぱりこれわざととしか役しようがないですよね。うん。と、とにかくね、同じ、同じ役にしないことには、 生きてこないですからね、ピランデンロのやりたいこと、うん、言いたいことが。だから、片っぽをわざとにして、もう片っぽを定めとかにしちゃったら、全部が台無しになっちゃうんで、うん、まあ、そこは翻訳とかする上でもね、気をつけたいところではありますよね。日本語で自分で面白いなと思ったのが、うん、ここでは、確かアポスタっていう単語は1語しか入ってないんですけども、うん <laughs> まあちょっとあの国のことをグアルメンテを立たせるためにっいうこともあるんだと思うんですが、わざとっていうのをもう一度日本語で入れて、強調するような感じになっているので、これはそのグアルメンテを説明するために、ただ入れたのか、やっぱりわざとアポスタっていう単語を強調するために、原文に別に2回あるわけじゃないけど、もう 2, 2が、2が、聞いてみたいなと思ったんですけど。はははいはい、はい そうですね。私は2回やってるんですね。<laughs> そうあの、1つ目のわざと。これをカットしても、まあ、日本語としては通じますよね。うん、えっと、うん、立ち去ろうとしたその時、二2人のやんちゃ娘が釘と同じようにわざと特組合の喧嘩を始めた。うん、まあ、これでいいと思うんですけど。うん、あの、 一つにはですね、今、ユモさんに言われながら自分の役文を読み直してみて思ったのは、リズムを気にしたのかなってことを思いました。この一つ目のわざとが入ってた方が、何というのかう、文章のノリっていうんですかね。その、リズム感が良くなると。二人のやんちゃ娘がわざと。釘と同じようにわざと。うん、で、 その読んだ時の心地よさリズム感っていうことのほかにはやっぱりユモさんが今おっしゃったようなことだと思いますつまり、えー、強調したかったんだろうなと、うんえー、こ,ここで釘とつながってくるんですよっていうことを、えー、読者に印象付けるために2回出しているんだろうとまあでもどうでしょうねこういうのは きっと翻訳家によってはこういうの嫌がる人もいるかもしれないですね。あの余計なものをね付け足してるわけですからまあそこら辺は結構翻訳家によって考え方の違いもあるところかなって思いますけど、うん、あまあここもここもこうちょっと面白いとこかな切ないほどの慈悲ってしてますねウーナディスペラーと。 あの最初はねディスペラータなんでね、<ー>ディスペラータ・ピエタってなんだよと。うん、もうこういうの本当に翻訳しにくい、すごい難しいところだったんですけど、あ<ー>まあな、何も考えずに訳すんだったらもう絶望的な慈悲ってしちゃえばいいんですけど、でだだまあその絶望的な慈悲って言われてもわかんないじゃないですか。<laughs> うん うん <laughs> まあ、イタリア語でディスペラータ・ピエタって言われて分かるかって言ったらまた微妙なんですけどまあでもなんとなくねなんか不思議でイタリア語でディスペラータ・ピエタって言われたら、うん、分かったような分からないようなでもちょっと分かるような感じにはなるんですよねでこれどうしたらいいかなと思って最初はですねあの私破れかぶれの慈悲ってしたんですよ その絶望的っていうのをどうにか絶望的じゃんあんまりにもただ辞書に出てる言葉を当てはめただけだよなって思って、うん、でもう,もうちょっと違う表現ないだろうかって考えて破れかぶれのってしたんですけど、えー、それを、まあ、ディエゴが、うん、ディエゴがもう切ないって提案したのかどうかちょっと忘れちゃったんですけどこ,ここはもうちょっとそのピエタって っていう感情がものすごく切実だっていうそ、そういうニュアンスで訳した方がいいんじゃないかって多分、確かアドバイスしてくれたんだと思うんですよね。で、あなるほどねと、なんかそういうやけっぱちとかそういうことではなくて、うん、なんていうか、うん、かこのリスクがあなは、ネガティブな意味のではなくて、のくてそのピエ言ってみたら、モルト、まあ、モルタ・ピエタみたいな。うん まあそうですね。最終的にはそういうことで訳してますね。うん、えー、面白い。ここの慈悲っていうのは、ある意味その自分が殺した少女に対して、今になってようやく生き返ってほしいなとか、かわいそうんまあ、ってことか使ってないですけども、うん、そういう思い出てきた、うん、そこの部分を慈悲と言ってる、ピエタと言ってるわけ。そうですね。うん、一番最後の一文 赤い髪によく似合うすみれ色のいつもおろしたての服を着てっていうふうに終わらせてるんですけど、ここ結構好き。で、ここも実は直したんですよ。あの、センプレンの応募だから、私は普通にこれいつも新しいにしちゃうんですよね。だけど、この、まあディエゴに何て言われたのかな。 まあ、新しいって言うと、要するにその新品の服っていう感じになるでしょうと、うんで。だけどそ、そういうことじゃないと思うんだよというふうに言われて、このヌオーボっていうのは、まあまあ、ピカピカのっていう、そういうことなんじゃないかなっていうことだったんで、それで新しいからおろしたてって変えたんですよね。でも 確かにその方がこれ、うん、日本語の感じとしてもいいなって思って。